せーの、おならばいい、やらきゃ坊主でーす。よし、マロン、ズメアツキ、ソマヤカじゃない、です、ケイタン、ドラゴン、今日も可愛いもらったみたいよ。はい、OK です。あたかもこれが毎回あるかのようにアドリブでね、いつも帰る。結成の経緯といいますか、始まりは2007年にあの僕とマロンとドラゴンとケイタンと、あともう一人その今ここにはいないんですけど、あの RAB のリアルアキアボーイズの創設者のチャカってやつと5人知り合って、まあ、そこからリアルアキアボーイズっていうチームが結成されたんですけど、もともとみんなあの個人だったり別のブレイクダンスチームに所属してあのブレイクダンスやってたんですよ。で、まあ、その2007年頃に、まあ、個人個人で同時にオタク活動というかそういうものもやってたんですよ。2007年の頃はまだそういうブレイクダンスとかをやりながらこうオタク文化が好きだみたい なんかそういう2つのジャンルをこうやってるような、まあ、人種がとにかくいなくてですね、まあ、かき集めた結果、まあ、さっき言ったこの5人が集まったっていう感じですね。そうですね、やっぱりそのちょっとその当時はオタクへの風当たりで結構強くてちょっとやっぱ隠してたんですけど、だんだんこうその佐々木の5人とかが実はなんかアニメとか好きらしいよって噂を聞くようになって、でだんだんとこう、え、あれって知ってる？いや、あれいいよみたいな感じでだんだんこう集まってきて、じゃあ一緒にちょっとこうなんか秋葉原とか行ってみるっていう感じから始まったんですよね。だからもう本当にこうちゃんとこうアニメの話ができるのがダンス界でこの5人しかいなかったので、もうそれはそれはもうね、温め合うように集まりましたね。寒い寒いって風が寒いみたいな、みんなで温まろうねみたいな、鎌倉状態そうそうどうせすんのオタク団子ができたんですよ。後の団子大家族誰がわかんない、重い話だな。まずでも動画の2007年で上げた動画がそもそも伸びたっていう謎の伸び方してなかったらそもそも続かなかったかなっていうのと、スタードラも結果なんかああいうのを見てなんか誘ってくれたの、そうそう、ミクシーでミクシーで来たんです。ミクシーのメッセージからチャカにね、チャカに日テレさんが、ね、ミクシーのメッセージっすよ。まあ誰も信じませんでしたよ。別に本当こういうね芸能の世界でなんか生きてこうなんて全く思ってもなかったもんね。あの時のディレクターの栗原さんには感謝ですね。感謝です。おはようございます。おはようございます。何をされてる方ですか？そうですね、ちょっと寝坊されてる方です。あ、それお前の席じゃない。ちょっとお前立っといて。もう見た目でわかるじゃないですか。何をおっしゃる？今の見て誰だと思います？逆に誰だと思います？逆にと、ちょっとわからないかもしれない。でもね、かなりマロンさん見てますよ。目の奥が回ってます。かなりマロンさん見てます。僕この活動して、ね、疑われたことないです。まあでもやっぱりなんかいろんな世代のオタクいるなって思いますね。ジャンルが結構ね、うん、僕らバラつき、うん、共通点はあるんですけど、本当にルーツは多分あの春日とか、まあ、いわゆる京アニ作品っていうところがやっぱ重きにあって、なんかやっぱまあルーツの5人でいくと、まあ、その2007から、まあ、大体こう2010とか、ね、うん、それぐらいがやっぱ一番熱があったし、うん、でエスピスとかでいくと、まあ、その最近 その VTuber さんとかそういう人たちの活動を追いかけたりとか、まあそのまあ、今ここにいないですけど、あの、高校生のリュウ、そのリュウっていう、まあ、彼も新メンバーなんですけど、まあ、リュウくんとかは、まあ、今時のアイドル声優をとにかく追いかけてるっていう、まあ、なんかいろんな幅広い会話はできるなとは思いますね。リアルアキアボーイズ今10代、20代、30代、40代がこのチーム内にいますからね、幅広いです。世代がやばいですね。関係性としては皆さんフラットですね。メス以外はいい感じで上下関係になって
そうですね、できるだけ下ですね。泣いちゃうんで、僕本当にでも楽屋とか入った時とかはもうあのアニメ見たとか、学校の部活の部室みたいな会話ができるメンバーなので、なんか年齢は本当に感じないですね。年齢は感じないですね。だからすごい話だと思いますよ。だって一番下が17歳で、一番上40じゃないですか。もう親子っすよ。親子ぐらいな年齢で離れてんのに、普通にアニメ見たみたいな、こういう会話できるってすごいことっすよね。で、アニメすごいね。そうですね。なんか今ので分かんない。いや、普段油断しました。油断してない。まさか俺に来るとは思わなかったんですよ。大学戦場で。大学戦場で。ここやぞ、ここやぞ。僕、趣味がパチンコなんですよ。パチンコが趣味で、こう、打ってて、もう1万使っても2万使っても当たらなくて、この台ちょっとおかしいなと思って、こうやろうとしたら、その人がこう見てるんですよ、ずっと。その瞬間、こう近づいてきて、裏切りそうです。いやー、ここ見られてる。よくしよ、よくしよ。当たらないんだよね、この台って。皆様の目が止める瞬間。はい、やっぱり、ね、悪いことはできない。立場が立たない。立場が立たない。コールを担当されているって言ってでよろしいんですよね。そこで唐突なオファーでした。あー、カメラ落としたわ。カメラ最後にあちらのことで岩沢さんからのオファー。そうですね、はい、唐突な電話でした。本当になぜって感じで聞かれてるかなったんですけど、こう僕自身が会社経営も複数やっているのもあって、いろんなお仕事をしているんですね。その中で、YOASOBI さん、YOASOBI さんというよりも YOASOBI さんの、そのいわゆるプロデューサーさんたちとか、はい、そっちの方のお仕事もしてた時に、唐突にひらめいたらしいっすね。そう、いやいや、そう、あ、RAB、俺やないかいっつって電話して、あ、なるほどっつって、じゃあ踊りましょう、じゃあ踊らせてもらっていいっすかっつっていう話をしたら、いや、今回ちょっと違くて、違くて、声取らせてほしくて、俺たちのこのアップはなんだったっけ、はにゃってなって確かにそうそうっていうなとこから始まった、本当に一本の電話でした。ただ僕近所のドラッグストア行くと有線ですごいよく流れてるんですよ。で、コールのとこら辺になるとスッとマスクを外しますよね。あれ、やめろ、ちょっとアピール、どういうこと、アピールしても僕ら声で、声でその時が面白い。だからすげえ悲しいのが、おいおい来る前にちょっと、笑う、違う曲に、あ、ちょっと悲しいなって思う瞬間ありますね。まあでも本当にその、まあ勘違いだけはでもしないように しようかなとは思ってますね。あくまでも本当すごいのはもう YOASOBI さんだし、僕らは本当にそれに少しだけね関わらせていただいただけなんで、うん、これを自分たちもこう頑張るきっかけの一つにして次のステージ行きたいなっていう思いですね。やっぱ嬉しかったのがオタクの人たちがなんでリアルアキバボーイズなんだじゃなくてリアルアキバボーイズ納得みたいなのは嬉しかったですね。いろんな人に言われれば、なんかワンチャン炎上のリスクがありましたからね。YOASOBIさんに迷惑をかけるかもしれないし、すごいそういうところでね、オタクたちがそう認めてくれたっていうのは結構嬉しかった。出た瞬間も紅白がね、うん、放送された瞬間もすごいそういうのはツイッターとかでも出ましたね。やっぱ肯定意見の方が経営者とかみたいな、スタートが出た時とかやっぱりオタクじゃないだろうのところもあったんで、やっぱりで、まあ、自分たちもそのオタクの定義は難しいところあるんですけど、でもそのなんかこう偽物としてやってるわけではないので、そのオタクという視点のことは、なのでやっぱそういうところでまたオタクたちが背中を押してくれたところは嬉しかったのと、認めてくれたところは嬉しかったですね。緊張とかも正直されたな。リハーサルの時点でもすごい緊張めちゃくちゃ緊張しましたね。本当？緊張は全然しない。だってそれよりも僕は構成とかどう成立させるかの方が結構必死というか、つまり形になるのかっていうのが見えなかった。見え方とカメラとあとどういう風に抜かれるかとっていうのの会話の方が結構重要だったっていうところがありますね。
まあ、でもすごい俯瞰的に自分は見れたなって感じはしちゃって、いや なんかその自分なんかそんな頭良くないですけど、まあ、分析は結構好きで、紅白に出てる人たちもそうそうたるメンツの人たちじゃないですか。ドームとかでもワンマンライブができるような人たちがものすごい集まってるわけじゃないですか。だからこう僕らとそのアーティストとのやっぱこう明確な差って何なんだろうとか、違いって何なんだろうとかうまく言えないんですけど、そういう人らはもうこうやっぱもうなんか出てるんですよ、もう佇まいから。この異次元感というか非現実感ってなんかすごいなって思って、未だちょっと考えさせられちゃってますね。やっぱあの違い何なんだろうかなっていう。この前知り合いの方に言われたのは、もうああいう人たちはアーティスト兼アスリートみたいな感覚の人たちなんじゃないかみたいな。だから本当にすごい研ぎ澄まされてる、いろんな面が。だからこうそこはなんかすごい参考にというか、まあ、勉強になりましたね。あと僕結構やっぱりいっぱいいっぱいというか、その自分のステージをこなすので必死だったんですよ。でもう出番が始まって全力でやって、でそっからステージ履けるんですよ。履けた瞬間に何があったと思いますか？何があったと思います？質問形式ですか？質問形式。ちょっとクエスチョンなんですけど、何があったと思います？ハケた出身しちゃったの。はい、出身しちゃったの。あー、欲しい欲しい欲しい、ちょっと欲しい。まあ、何だと思います？あ、もう一回チャンスいただけるんですか？あと、もうワンチャンスあげます。ハケた瞬間ですよ。僕らもわかんないですか？ヒントは歯。歯？歯？歯？いや、受けた？106使うな、4、3、2、1、どうぞ。全然違う。橋本環奈ちゃんがいて、もう僕その瞬間目が合って第一の出会いですよ。やばい、変わった。完全に僕の中のストーリーが始まりました。始まった。メッセに入ったんですよ、橋本環奈ちゃんの。そっからもうサイリウム持ってやることをもう頭真っ白になっちゃった、もう橋本環奈ちゃんのことで。そっか。俺あのすげえ面白かったのが、野村さんがこの話した瞬間にマネージャーが時計を確認しだした。それが何より面白かったですね今。あのタイミングではリュウさんは出られなかったという。時間ですかね。折り杖。折り杖だったんですよね。もうちょっと早ければね。まあでもラストから3番目の位置に位置だよねっていう、あの曲とあの演出とっていう。ああでもそういう話しましたよね。やっぱいつかなんか僕らだけで帰ってきたいねみたいな。R&B の皆さんはこのチェックは崩さないんですか？正直でも見たいっす。正直素直でよろしい。オタクって今いろんな進化を遂げてるような気もしてるんですよ。昔だったら本当もう見た目から見て絶対オタクだよねってい う分かるような人らが結構オタクって言われてる感じだと思ったんですけど、なんかこう今ってやっぱこう見た目すごい普通な人でもオタクっていう人もいるんで、なんかある種僕たちはなんていうんですか、もうこう絶滅危惧種みたいな。イニシエのオタクになるかっこいいですね。まあでも結局やっぱこのファッション、このユニフォーム、もうユニフォームみたいなもんだと思うんですけど、オタクっていうものをやっぱこう視覚的にすぐ分からせる上ではやっぱすごいいいユニフォームなんだなとは思ってますね。最初すごい嫌いだったんですけどね。なんか何回かね変える話もしたもんね。最初スタードラフト会議っていうその番組内で用意された衣装だったんですよ、これって。だからこう自分たちが選んでこれを着たわけじゃないので、結構成り行きでここまで来てしまって、脱ぎたいタイミングもあったんですけど、なんかまあ今はやっぱこう勝負するときはまあこれがまあこのユニフォームだよねっていう感じにはなってますね。すごい僕がリハやってて感じたのは、見てて本当に立体感がありすぎる演目がすごい多いというか、緩急がすごすぎるからこそ僕らのめちゃめちゃバグった要素もあれば、かっこいい俺らを全力で全開に出せる瞬間もあったりで、本当ジェットコースターに乗ってるような感覚を皆さんは味わえるんじゃないかなって思える、まあ、演目がすごい多いかなと思ってます。内容としてもダイナミックな、ダイナミックだと思います本当に。そうっすね、バンド隊のみんなとかボーカルのみんなとかって4年目とか
もう僕らかなり一緒に長くこうやってバンドをやってきてるんですよ。ただその同じチームとしての信頼感と遠慮のなさみたいなのがもう出てて、ダンスの実力は僕らも昔より上がってるだろうし、ボーカルのみんなも上がってるだろうし、バンドのみんなももうすごい、なんか昔出せないようなピュアな音とかも今出せるとかあって、なんか僕らのオーダーも何でも OK っていう感じで聞き入れてくれたりとかして、やりたいようにやらせてくれるし、こうこうしてっつったら10分後には完成した音が出てきたりとか、なんでそれができるのみたいな、なんか僕らの動き立ち回りとかもすごいやりやすくなったんですよね。だからその完成度が高いライブをできるようになってるなっていうのと、自由度が高いなっていうのが、まあ、今までの違いかなっていうふうに思ってて、ほんと未来来ちゃってるって感じしますね。過去にはなかったですね、これは。あ、でも本当に今2人の言ってるようなことなんですけど、今までの構成上とか演出、その曲は諦めるしかないねっていうのを、今回、まあ、無理やりっていうか、なんだろう、できるようにしちゃったのは、あの今回のライブだなと思ってて、だからこの曲は多分無理じゃないかっていうのを、もう全部やれちゃってるっていう、それはもちろんバンドの方々の意もあるし、自分たちで話し合って、これならいけるっていう演出もあったりとかで。今までできなかったっていうのを今回実現できてる。こういう一年にしたいな。そういうものとか。まあやっぱ、あ、どうぞ。どうぞどうぞ。じゃあ間取って村富さん。あ、でも、あの去年とかはやっぱその夜遊びさんもあったり、すごいいろんな出会いがあって、で最後紅白ですごい形で終われたっていうところもあって、もうなんか。自分たちのこうレベルがもう2ステップぐらいガッと、まあ、人気もそうですけど上がったところもあるので、またそこだから見える景色っていうのが今年の2024年はあると思うんですよ。去年の末とか村上さんもすごいいろいろ、いつも競馬とかギャンブルは負けっぱなしだったんですけど、最近すごい勝つようになってきてるので、ちょっとこの波にね、RB も乗っかりながら、流れ変わったかもしれない。今までずっと見てきてるんですけど、なんか神様がやっとこう、村上いいよみたいな、そろそろ、はい、なんかちょっと報われてもいいよみたいな感じがちょっとあるので。やっちゃいますか。でも調子乗るとダメなんで、そこら辺は乗せずにちょっとあのひたむきにもやりつつ、まあ本当に自分たちがやりたいようにやりつつ、それをこう皆さんが楽しんでもらって、また新しい出会いがこう生まれて、それがまた年末とかにはこう爆発するようなことがまた今年1年できればいいなとは思ってます。はい、だから、うん、じゃああつきさん最後、はい、お願いします。あ、大丈夫ですよ、マロさん。マロさん、あ、そうですね、譲り合いです、ね。そうですね、2023年が、まあ、YOASOBI さんのお力をすごい借りて、いろいろこう僕たちの名前知ってくれた方いっぱいいると思うんですけど、2024年はこう自分たちの力をもっと高めて、自分たちの力で大きい舞台にこう立てるように頑張っていける、そういう攻めた年になれたらいいなと思っております。ありました。はい、まあじゃあ適当にみんな楽しんで、じゃあ短いの短いの短いの乾杯っつってまあそうですね、まあ、僕らの目標って、僕らが武道館でワンマンライブするっていうことと、僕ら自身がアニメ化をするっていうことがやっぱ目標なんですよ。僕らのこの活動をそのままこうテレビのアニメとして流すっていうのが最大の目標で、なのでこの2024年、まあ、この初っ端のワンマンライブは、まあ、絶対成功させて、もういい加減ずっと言い続けてる武道館ワンマンにもう大手かけたいなって思ってますね。絶対それの足がかりにする面白いライブにしたいなと思ってますので、皆さんぜひ見に来てください。お願いします。